はい、じゃあ続きやっていきましょはーい。画面を映してください。う。はい、そうでしたね。画面移しましょう。画面共有してなかったね。先上や。よし、映った？オッケーオッケー。オッケー。よし。まあでも、三お。択、好き、普通、嫌い。なんで？じゃあ、ここは、まあ、そうね、まあ、下手にボケても、まあ、ね、なんか微妙な感じになっちゃうから、もうここは普通に、じゃ普通選びます。はい、じゃあ、もう、好き。そりゃ好きさ。当たり前だろ。今までずっと一緒にいたんだ。好きに決まってるじゃないか。And yeah! じゃあ、なんで東大を目指さない？俺が受かるわけがないだろう。心巻き込まなきゃいかないんだろう。それぐらいさせろよ。じゃあ、遠距離か。それも仕方ないさ。東大だけじゃない。俺の学力じゃどこの大学にも受からない。それじゃあ離れ離れのままだな。あいつが東京に行く前にちゃんと来るさ。それでもしあいつが OK 出してくれたら遠距離でもなんとか、時々、あいくさ。遠距離なんか無理だ。他の男に振られるに決まってる厳じゃしない。厳しいな。S じゃねえか 全、ね、日本の、日本にいる遠距離の全国民を敵に回したな。なんだと？あんな可愛い子だ。男たちが手を出さないわけがない。おそうやな。まあ、そうね。わかるわわかる。かる。手出すわ。あれは手出すわ。僕でも手出すわ。みんな手出しちみんなゃ手出しちゃうわ。う。心はそんな尻がじゃない。じゃあ、俺ならどうだ？これは狙ってたのかな、実は。俺と付き合うならどうだってこと？そういうことか。違うの？じゃあ俺ならどうだ、付き合ってみねえか、俺と付き合えば楽しいぜみたいところで俺の巻き爪を見てくれ。これぞ。な。 立派だろ。あ？俺は東大に行く。心ちゃんと一緒に。だ、お前、心のことか。いや、別に。特別に好きってわけじゃない。最低。じゃないけど、あんな可愛いことやれるなら、ぜひとも付き合いたいね。ちょっと今想像してしまった、この巻き角とあのバッタが 交尾してるところ。 とんでもねえグロだな。ざけんなよ。怒りに任せて腹に思いっきり蹴り入れる。てえな、こら！マサトの繰り出したストレートが右方にクリーンヒット。右？今左じゃなかった？左だった。何してんだ、クソが。マサトに1ポイントのダメージ。全く同じ攻撃、右ストレートを見ましちゃった。叫びと同時に猛スピードで拳を繰り出してくれます。主人公に360のダメージ。それをもろに腹に食らってしまう。お前がんだよ。体勢を立て直しつつ蹴りを放つ。しかし、マサトに意味がないようだ。行くぞ、そりゃハゲ。ハゲ。会心の一撃。だせえ、ハゲ。ちょっと待って、これは
マサトの心がこれは折れるね。たまれやゴミが。くたばるのはお前だぞ。下水。マジで殺すこら。なんかもう音の威力が全然違うんだけど。ガホンってカゴ。ゴゴ。殴っては殴り返され、ついに俺は体勢を崩してしまう。それを見逃さないますと、その拳が頭上から降ってくる。メテオレイン。俺は死んだのか。ここはどこだ。見知らぬ天井。また天井、同じ天井だ。気づけば二人泥にまみれも気にせず地べたに大の字になって転がっていた。いややるなお前。お前こそ。合わせて笑わないと。うん。二人して苦しくなるまで笑い合った。妙にすがすがしい気分だった。なんかお前のおかげで頭がすっきりした。多分もうそれやられてんだろ。多分中身だよそれ。なあマサト、なんだ親友よ。一つだけ言っておくな。俺に手を出してみよう。マジで殺すからな。お、ちょ、ま、別にお前なんかに手出さないんだからな。そんなマサトがいい。ああ、いい。だってそりゃ仕方ないじゃん。そりゃ恋ぐらいしちゃうよ。人間だもの。クソだな、なんだこれ。クソすぎんだ。出さねえよ、あんなブサイク。うん、正論でね、ここに来てまともなやつがいたな、一人。意外とまともだったよ。意外とまともだったな。さっきあんな可愛い女とやるなって言ったと言ったことない。よかったわ。そうなんでも怒るぞ。悪い。とりあえず俺からも言っていいか。うん。お前東京を目指せ。だから俺には女ってのはな、ちゃんと手の届くところで変わらぬ愛情を注ぎ続けてやらないと逃げちまうんだよ。なるほど、勉強になるね。マサトもいろいろあったんだろうな。過去にな。逃げられちゃったな。逃げられちゃった、遠距離で。他の男に取られるのが嫌ならお前が頑張るしかない。けど俺に東大は。東大に行けって言ってんじゃない、東京に行けって言ってるんだ。え、今から死ぬ気で勉強すればどっかの大学には入れるさ。俺でもか。大丈夫だ。問題ない。でもさ、言っても特にやりたいことがないんじゃんの。適当な大学に行って、適当な企業に就職して、最高の嫁をもらう。おお。かっこいいな。かっこいいな。それじゃあダメなのか。それは、いい夢だな。将来の夢。できたじゃないか。なんかちょっといいね。いや何これちょっと。ああやっぱりマスト、お前はジーニアスだ。今さら何言ってやがる。俺夢を叶える一歩目踏み出してくるわ。ちょ行ってくるわ。ちょっと行ってくるわ。行ってくる。ちょ夢叶えてくるわ。Thank you, ブッシュー。おーよ。駆け出そうとする俺にマストが思い出したかのように声をかける。おい、イチだろ。
なんだ。グッドラック。無視無視いい判断だ。どこにいるかわからないが、とにかく走った。ここら家にはまだ帰っていなかった。ひたすら走ってたどり着いたのは学校だった。見つけた。見つけた。夕焼けに染まる空、それを背景に立つ女の子が一人。クレイチャー。校舎の屋上に佇み、こちらを見下ろしていた。心、まさか、やめろー。いやー。誰もいない校舎、階段を駆け上がる音だけが淡々と響く。ただ屋上を目指して走る。屋上の扉を勢いよく開けつつ、開け放つ眩しい西日が目に飛び込んでくるが、構わず視界を巡らす。いた。探し求めていた姿を見つけ、駆け寄る。ここ一太郎。探したぞ。はそんなに急いで大丈夫？何か飲む？いや、大丈夫だ。問題ない。呼吸を整え、まっすぐ心を見つめる。あのな、心。どうしたの？一太郎、なんか変だよ。聞いてくれ。うん。あのな。うん。いや、ほら。いやな。その…いざ言おうとしたら、ためらってしまう。どんなチキン野郎だ。チキン野郎ついでに、どうしようもなく情けない考えが頭によぎる。ここらは俺のことをどう思っている？わからない。こういう少なからずなとも、ね、あれだけ応援してくれてた。あ、嫌われていることないだろう。だけど、その子や友達としてじゃないのか。いや、幼馴染として恋かもしれない。恋人として好きか。俺の子。ありえない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 。いや、俺が俺をどう思ってるかわからないんだ。なんて言うんだ。この気持ちを伝えずして前に進めるか。俺のことを好きだと分かっているなら心なんてバカらしい。俺のことを好きじゃないと分かっていたら心なんてバカらしい。心が俺のことを好きなのかどうか分からないけど心。勝つか負けるか分からなくてもう一つの前に進む。それが男の生き様だ。へい。こんにちは。イエーイ。そこはかっこよく言えよ。ダーッ。